こんな主君は嫌だ、上司にしたくない戦国武将トップ5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は上司にしたくない戦国武将トップ5について紹介していこうと思います。頼りない上司、無理難題を押し付けてくる上司、パワハラ気質の上司など、現代でもこんな上司は嫌だと思うシーンはあると思います。それは戦国時代でも同じことだったでしょう。今回は上司にしたくない戦国武将と題し、いろいろな行動パターンの大名武将たちを紹介いたします。こんな人物が主君だったなら、あなたならどうしますか？ちょっと想像してみてくださいね。第5位、時には手荒な手段を用い、あらゆる手段で家臣団を締め上げる毛利元就。一代で中国地方の覇者となった毛利元就ですが、家臣団を統制するためには荒っぽい手段も厭わない人物として知られています。そもそも安芸国の一国人領主としてスタートした元就ですが、大永3年1523年に家督を相続した直後から大きなトラブルに巻き込まれています。弟を推す家臣一派が台頭し、家中を二分する争いに発展したためでした。ようやく争いを制し、徐々に勢力を拡大していく元就は、ここから家臣たちの引き締めに乗り出します。天文19年1550年、次男元春に吉川家を相続させ、三男高景には小早川家を継がせて、山陰山陽の国衆たちとの盟約関係を深めました。次に取り掛かったのが不安分子の粛清です。重臣井上氏の一族は武功のある者が多く、毛利家に多くの者が仕えていました。ところが元就は何の前触れもなく井上一族を滅ぼしてしまったのです。長年にわたって主君を軽んじ、欲しいままに権勢を振るってきたというのが表向きの理由ですが、要は力を持ちすぎた重臣が邪魔になったからに過ぎません。元就は事件の10年以上も前から粛清の機会を狙っており、用意周到に計画を進めていたのです。血の粛清に震え上がった毛利家臣団は、早速元就に下知に従うことを起請文として出しているほど、さらに家中を乱す者は成敗されても仕方がないとすら述べています。この頃から元就は絶対的権力者となり、家臣たちに親方様ではなく上様と呼ばせるようになりました。その厳しい統制は合戦の場にも及びます。天文22年1553年に正式な軍法が定められ、戦場でのあるべき振る舞いが細かく決められました。その一節を紹介しましょう。味方が有利だと進むくせに、少しでも敵が強いとすぐ逃げるのはもってのほか、そのようなものは首、耐えるべきところを耐えず退却してしまったら最初に逃げたものは首、大将の命令に背いて軍功を挙げても認めない、そのようなものは首、命令に対して忠実に従う者が最も偉いとしたわけです。厳しい面はあるものの、それが毛利の強さにつながりました。とはいえ、譜代家臣にすら厳しい元就ですから、新しく加わった外様に対してさらに厳しい態度で臨んだようです。その割を最も食らったのが毛利に味方した尼子急進たちでした。尼子義久が降伏すると、吉川元春以下一族や譜代家臣が出雲石見へ乗り込んできます。本領を安堵されたのは赤なしくらいのもので、三沢、佐世、水戸屋など尼子急進の主だったものは所領を取り上げられ、よその土地に移されてしまいました。つまり直近まで敵だったものは信頼できない、よそへ移って中近に励めというわけです。元就はこのようにして家臣団を締め上げ、次の輝元の世代へバトンタッチしたと言えるでしょう。第4位、人に厳しく自分にも厳しく、家臣を震え上がらせた男、井伊直政。彦根藩18万石の藩祖となった井伊直政ですが、
他の譜代家臣と違って三河出身ではありませんし、徳川四天王の中で最も遅い時期に家康に仕えた武将でした。直政とその家臣団を例えるなら、まさしく体育会系という言葉がぴったり当てはまるでしょうか。自分に厳しく、家臣にも厳しい態度で臨んだようです。直政はもともと遠江飯野屋の出身ですが、今川、徳川、武田が繰り広げた抗争のおかげで領地も家臣団もボロボロの状態でした。直政が家康に仕えたおかげで家は存続できたものの、家臣と呼べる存在がほとんどありません。そこで家康は自分の家来の中から直政を助ける家臣を選ぶのです。やがて武田家が滅亡すると、直政は武田旧臣たちに徳川へ味方するよう説得します。そして多くの者が直政の家臣となり、武田の赤備えを引き継ぐことになりました。多くの家臣を抱えることになった直政は、井伊の赤鬼と呼ばれるほどの勇猛さを発揮します。また常に最前線へ出て果敢に戦う姿を部下たちに見せつけました。腹心の部下や譜代家臣がいない直政にとって、自分の勇姿を見せることで従わせようとしたわけです。エネルギッシュでバイタリティにあふれる上司は部下に対して同じスキルを求めるもの。直政は厳しすぎるほどの軍律を持って部下を統制したといいます。直政の突撃についてこられない者は容赦なく手打ちになりましたし、退却した者はもちろん死罪、また病気を理由に出陣できない者は召し放ちになったほどでした。そんな体育会系の軍勢ですから、戦場では抜群の戦功を挙げるものの、戦いが起こるたびに死傷者が続出したといいます。直政自身も生傷が絶えないほどでした。家臣から見れば直政は暴君そのもの。わずかな失敗すら許さない苛烈な性格だったため、陰で人斬り兵部と呼ばれていたといいます。重臣たちもついていけなくなり、逃亡する者が後を絶ちませんでした。井伊家とゆかりのあった近藤秀持もまた直政に嫌気がさし、徳川家臣に復帰したいと懇願します。ところが直政はそれを許さず、怒りのあまり暗殺を企てるほどでした。また伊原朝政も直政の苛烈ぶりにいさかいを起こして出奔しています。直政は確かに優れた武将でしたが、部下への厳しすぎる態度はまさしくパワハラ気質だったと言えるでしょう。第3位、まさにブラック企業、真面目に働いてもただ働き同然、上杉謙信。越後の竜と呼ばれ戦国最強だったと歌われる上杉謙信ですが、そんな強さとは裏腹に家臣たちの反乱に悩まされていました。越後は上越、中越、下越に分かれるほど細長い国だけに、家臣を統率するのは至難の業だったでしょう。しかしそれは理由の一つにしか過ぎません。もっと根深い問題が謙信そのものにあったのです。白川藩が編纂したとされる白川風土記には、謙信が口にしたという言葉が記載されています。エコ、不平等なことによって弓矢は取らぬ。ただ筋目を持って、伊豆方へも合力す。自分の好き嫌い関係なく、助けを求めてきた者に正当な理由があれば、喜んで手を貸すと言っているのです。また朝廷や幕府など、古い秩序を守ることが正義だと考えていました。だからこそ毎年のように三国峠を越えて関東へ出兵し、川中島へ出陣しては武田信玄と対陣していたのです。とはいえそれは謙信の義侠心に過ぎません。他国の武将のために土地を取り返してやったところで、実際に戦う家臣にとっては関係のないことでした。命を削って奮戦してももらえるのは感情ばかり。それでは腹の足しにもなりません。家臣にとって軍功に応じた領地をもらうこと、それがモチベーションとなるわけです。越後には貿易港の直越があり、それなりに上杉家は潤っていました。おそらく報奨金などは与えたのでしょうが、あくまで一時的なものでしかありません。家臣からすれば名より実が欲しいというのが本音だったでしょう。
もし現代社会でそんなブラック企業があったらどうでしょう。我が社の仕事は世の中や社会に貢献している。たとえ給料が安くても愛社精神で乗り切ってくれ。上司からこんなことを言われて仕事に身が入るでしょうか。おそらく他にいい会社があったら転職したいなぁなんて思うはずです。ところが実際にヘッドハンティングをした人物がいました。それが甲斐の虎こと武田信玄です。信玄は大隈知秀、北条高広、本庄重長といった謙信の重臣たちを調略し反乱を起こさせました。謙信も相当手を焼きますが、不思議と降伏した家臣を許すことが多かったようです。そうした反乱がたびたび起こった後、指物謙信も気づいたようです。掛け声だけで部下は動かないということを。そして目先を西へ向けると越中、能登、加賀へと進行し、上杉の領国へと組み入れていきました。第2位、使えない人間は首、外様も首、昔を思い出したから首、織田信長。通説によれば織田信長は能力主義者だったとされています。羽柴秀吉を低い身分から引き上げ、明智光秀を抜擢し、荒木村重が国主となれたのも実力を評価したからでした。とはいえそれは信長が見せた側面に過ぎません。実際には一部を除いて尾張出身者を優遇した面が垣間見えるのです。尾張時代の家臣たちを見ても、柴田、佐久間、丹羽、羽柴、佐々前田、川尻など後に重臣格となった武将がひしめきます。森吉成や八谷頼高などは美濃の出身ですが、早い時期に信長へ仕えていました。一方美濃出身者を見ると、稲葉、安藤、氏家の西美濃三人衆に加えて明智光秀も該当するでしょうか。思ったより少ないことに気づくでしょう。ましてや近江をはじめとした畿内の武将たちは織田重臣の与力として加わるものの、信長は思ったほど抜擢していません。信長とて若い頃から共に戦ってきた尾張の者を優遇するのは当たり前です。だからこそ彼らの身分を引き上げたのでしょう。しかし織田家の勢力が伸びていくに従って、家臣の追放が顕著になっていきます。その犠牲の筆頭格となったのが佐久間信盛でしょうか。終わり時代から仕えてきた宿老でしたが、働きが悪いという理由でクビになりました。信盛も慢心したつもりはなかったのでしょうが、筆頭重臣という立場にあぐらをかいてしまったようです。高野山へ向かった信盛は寂しく最後を迎えています。さらに林秀貞と丹羽氏勝の2人も悲惨です。秀貞は24年も昔に信長の弟信勝を担いで謀反したことを理由として追放処分になりました。また刺したる活躍もないのに大きな領地を持っていたことが気に入らなかったとか。一方氏勝も25年前に信長の弟が殺害された際、抵抗したことを理由に追放処分となりました。追放の4ヶ月前、氏勝の家臣が誤って信長の前に大石を落としてしまうという失態をしでかしました。この時の怒りがかつての恨みを思い起こさせたのでしょうか。また同じ頃に美濃の安藤盛成も追放となっています。盛成は信長の命令に従い各地の戦場へ赴いて活躍していました。外様同然の盛成は懸命に働くことでしか認めてもらえません。まさに東奔西走した挙句、体を休める暇なく戦ったのです。しかし信長から下された沙汰は首という非常なものでした。一説にはおなじみのの稲葉一徹も追放されかけたといいます。とはいえ信長による一連の追放劇は織田家臣たちに衝撃を与えました。どんなに懸命に働こうが首を宣告されれば一巻の終わりです。そういった戦々恐々とした雰囲気が光秀を謀反へ駆り立てたのかもしれません。第1位、新興宗教にドハマり、家臣たちの信望を失った文豪王大友宗麟。
豊後の国を中心に北九州一帯を支配下に置いた大友氏ですが、宗麟の頃に最盛期を迎えています。それは豊後が豊かな国だったこともありますが、新興宗教であるキリスト教によるところも大きいのです。当初は明や朝鮮と貿易していましたが、主に嗜好品ばかりで、その額も大したことがなかったといいます。そんな宗麟は宣教師と接触することで得る利益の方が大きいことに気づきました。やがて始まった南蛮貿易は大友氏に莫大な富をもたらします。貿易額だけでなく、戦うために必要な鉄砲などの武器、そして火薬の原料となる硝石を大量に手に入れました。宗麟は喜びと感謝を表明し、イエズス会宣教師への好意はますます募っていきました。宗麟は布教活動こそ許すものの、当初は自らがキリシタンになるつもりはなかったようです。とはいえ、キリスト教に懐疑的だった宗麟も、次々に起こる奇跡を目の当たりにして、次第に神の加護を信じるようになりました。宗麟が子孫繁栄を望むと祈れば、次々に子供が生まれ、諸国を手に入れたいと願えば、たちまち北九州6カ国もの最大半島を築いたといいます。心の中でデウスを信じるようになった宗麟ですが、どうしても洗礼だけはできません。なぜなら家臣の存在があったからです。家臣のほとんどは仏教徒ですし、武士らしく八幡大菩薩や摩利支天などの軍神を日頃から崇めています。そんな家臣たちを前にして主君が蛇衆に入信したとなれば、どう思うでしょう。たちまち離反したり反乱を起こすことが目に見えています。宗麟自身も心の内を宣教師に打ち明けていました。家臣たちの理解が未だ至らないので、自分はキリシタンにはなれないと。やがて大きな変化が訪れました。天正5年1577年、伊藤氏が日向の国を島津氏に奪われ、豊後へ逃れてきたのです。そして宗麟は決心しました。日向へ進軍することを。よし、日向に新しい国を作ろう。宗麟は早速キリスト教の洗礼を受けて出陣準備を進めます。日向を自らの隠居地とし、妻と共に赴き、日向の人々を全員キリシタンにして、新たな法と制度を持ったキリスト教国家を建設する。まさしく宗麟の考えた理想郷の姿でした。またうるさい家臣たちに邪魔される心配もありません。しかし家臣たちは宗麟に対して大きな不信感を抱きました。なぜ日向を取り戻すのに大勢の宣教師を連れていくのだ。宗麟の意図を敏感に悟った軍師角熊石僧は反対しますが、もちろん宗麟は聞く耳を持ちません。やがて進軍の途上で家臣たちは目を覆うばかりの光景を目にします。行く先々で神社や寺院が破壊され、焼き尽くされ、仏像が壊されていきました。どうせ日向はキリシタンの国になるのだから、神社や寺は必要あるまい。これが宗麟の言い分です。もはや何を還元しても仕方がない。すっかり新興宗教に溺れた主君に家臣たちは愛想を尽かし、士気は全く振るわなくなりました。やがて烏合の衆となった大友軍は耳川で惨敗を喫するのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。